だからそうなんですよ。多分結婚式あげてるのは役者キャストの中でも多分そんなにいなくて僕ぐらいかなと思ってたんですけど、はい、またこれ言うとそのうちの妹の株が上がるんで言いたくはないことがいっぱいあるんですよ。まあ、うちの妹も、まあ、アンっていう役者やってまして、まあ、もちろん知ってると思うんですけど、まあ、僕ちょっと早くに結婚したんで、まあ、本当に、まあ、今もそんな変わらないしがない役者なんで、まあ、当時本当にそんな結婚式挙げることもなーって、お金もないしとかっていろいろ思ってたんですけどね、うちの妹がなんでやらねえんだっつってすっごい言って、年末でいいからやれって言って、でちょうどそれもご縁があったのが小出くんがやってた風が強く吹いてるって映画やってたんですよ、はい、一緒に、はい、そう一緒にやってて、でね、はい、僕そんな年またいで仕事なんかしたことない、ほとんどあれぐらいしかないと思うんですよ、うん、あれは年またいでね、12月年末ギリギリまで仕事してて、でもギリギリまでに調整しろって言われて、板挟みですよ、もう仕切り上げろとかっつって、でもう 俺の意思なんか何もないですよ。だからそれを上げて、もうそれ終わった後急いで府中かどっかで走りまくってね、ありましたね、そう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 、年末みんな走りまくって、その後すぐ飛行機乗って、でっていうちょっと妹の段取りもありので、式挙げ一緒に今ちょっとやったっていうのが、まあ、本当に思い出で、まあね、今あの時はもう、なんでやんなきゃいけない、でも仕事もや、ね、あるのにとかってこうハラハラしてたんですけど、まあ、いざやってみるとなんかこう、あ、まあやってよかったんだなっていうことがいっぱいありましたし、なんかこう記憶にも残るし、まあ今でもこうお酒飲むとちょっと語り草になるんで、まあ、よかったなとは思いますね。